こんんんにちは、こんばんは、ここばアンズコッティですこのチャンネルでは教科書には載っていない日本の文化やながら勉強するためのコンテンツをお届けしたいと思っていますそれではスタートですはいということで始まりました皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、日本はですね もうとっても暑くなってきて外に出ると一瞬で汗が噴き出すような感じになってきましたもう30度近くあるのかなもう夏はすぐそこという感じです日本の夏はとっても蒸し暑いのでと汗をかくとこうベタベタしますね。はい、<laughs> ということで、えっと、今日はですね お小遣い制ということについてお話ししていきたいと思います、えー、今日のお話の中で4つあのちょっと変わったボキャブラリーをあのお出ししたいと思いますと1つ目がサラリーマンサラリーマン2つ目がタイトルにもあるようにお小遣いお小遣い3つ目が専業主婦 専業主婦。で、四つ目が年、年収年収はい。今日のあの、話の中で出てくるかと思いますので、皆さん見つけてみてください。意味に関しては、えっと、インスタのポストの方でシェアしてますので、そちらからご覧ください。はい。では、早速、始めていきたいと思います。 えー、お小遣い制ということでまずお小遣いという言葉の意味なんですがあの小さい時に小学生とか中学生とか高校生ぐらいまでですかね、えー、と遊びに行ったりおやつを買うときにあのお父さんだったりお母さんからお金をもらうと思うんですけどもそのことをお小遣いと言います。ね、毎月 いくらお小遣いもらってるというような言い方をしますが、はい、そのお金のことをお小遣いと言いますで今日話したいのはあのサラリーマンのお小遣い性ということですねサラリーマンというのはあの会社勤めをしている男性のことを指しますね、えー、最近はサラリーウーマンという言葉も、まあ、男女平等という 観点からあるようですけどもやっぱり日本はまだまだあの男性が働いている男性が働くっていうイメージが強いところもあるので、まあ、サラリーマンという言葉の方が浸透しています、まあ、女性に対しては結構 OL というような言葉を使うことがありますねえっとオフィスレイリーの略だったかな OL <laughs> と言ったりしますはい 今日はあのサラリーマンのお小遣い性ということでお話ししていきます。はいえーまあ、海外では、海外ではといっても、まあ、いろんな国があると思うんですけども私がよく聞くのはあの結婚をすると,、えー、と共通の銀行のアカウントを作ってそこに月々いくらという形でお金を入れて まあ男性側も女性側もあのそれぞれ働いてもらったお金は別々で管理するというのが結構メジャーだという話を、まあ、イギリスにいる時かな聞きました。で日本はですねそのお小遣い制といってあのかす稼いだお金を一旦全部全部家庭の方に入れて で、その中からお小遣いをもらってあの自分の好きなことに使うというのがあの伝統的にと言いますか結構昔からあのよく家庭の中であの行われているシステムですね。で、えー、新生銀行という日本の銀行が2019年に調べた調査があったんですけども。 えとこの調査は2717名を対象にした調査だったみたいなんですが既、えー、婚男性の61.9%がお小遣い制既、まあ、婚女性の方は39.2%だったんですけどもあの結婚している男性の中では61.9%の人があのお小遣い制を導入しているそうです。で 最近私の周りではあの、まあ、お財布は別々にしてるよ別々に管理してあの必要なもの毎月これだけそれぞれ出そうっていう風に管理してるよっていう方も多かったので、まあ、20代とか30代とか若い世代どうなのかなと思ったんですがこの調査では20代でも約半分の家庭で。 あの、一旦全額家庭に入れてお小遣い制というのを。導入しているそうです。まあ、えー、その調査では男性の方は平均で3万6000円、女性の方は3万3000円をお小遣いとして月々。もらっているという結果になっていました。 一応この調査の,あの世帯年収の方は男性が659万女性が606万ですね、まあ、あの生活の仕方っていうのは国によっていろいろと違うと思いますのでこの3万6000円っていうお金をどう考えるかっていうのは、まあ、国によっても まあ日本でももちろんそれぞれ個人によって違うとは思うんですが、まあ、ランチ代だったり携帯代日本は結構携帯も高いので月々1万円ぐらいしますかねだったりを出しているともうそれだけで2万円とか、ね、ランチ代入れるとなくなっていきますしまあ皆さん知って ってるかもしれないんですが日本は結構会社の人と飲みに行くような文化もあるので飲みに行くっていうことをしていたりすると3万6,000円っていうお金は結構ギリギリだったりするのかなと思いますね日本で、ね、生活している上では。でそこからお洋服だったりあの女性の方男性の方 ね、お化粧品とかワックスとかいろいろ捻出すると考えると結構カツカツだったりするのかなと思ったりしますはいで、えっと、女性の方はあのお小遣い制にしているよというのが39.2%と男性よりもぐっと下がった数字になっていたんですが 私なりにちょっと考えると、まあ、男女平等の社会を目指しましょうとは言ってるんですけどもまだまだこう共働きってないご家庭というのもたくさんあって、まあ、男性の中にも専業主婦に結婚したら奥さんには専業主婦になってほしいっていう方もいますし、まあ、女性の中でも。あの 専業主婦としてあの生活したいという方もいらっしゃいますので、まあ、それを考えるとこの会社員の既婚女性の方っていうのはきっと共働きの家庭なんじゃないかなというのが想像がつくんですね。まあ、まだまだこのあのの家家事をするるににお家にいい男性というはは日本では まあ、そう多くはないので、まあ、共働きの家庭ですとあのどうでしょうねこうお小遣い制よりはあの共通の金庫のアカウントを作ってとか月々これぐらいお互い出しましょうそれ以外のお金は自分たちで管理しましょうという方も多いのかなと思ったりしてなので既婚女性の間での あのお小遣い制のパーセンテージが少し低かったのかななんて少しというか結構ですね低かったのかななんて思ったりしますはいでまあ私の家庭私のこう育ってきた家庭はどうだったかなと思い返したんですけどやっぱりうちもねお小遣い制でしたで父が 月々2万5千円とかかだったかな <laughs> もらってたと思います。まあ田舎で父は飲みにも行かないですし携帯代もあの別で払ってましたので、まあ、2万5,000円が好きに使えるお金ということでそんなにあの、まあ、自分の好きな本題とかに費やすぐらいで「お小遣いあげてよ」って言ってるようなことは聞いたことなかったですけども。 そういうい感じでしたねで母の方も働いていたんですが母の方はだいたい2万円ぐらいお小遣い制にしていたということを言ってました、はい、まあ、ね、日本語を勉強している方で日本に住まれている方日本に住みたいと思っている方だったり、まあ、日本人のパートナーがいたりする方もいると思うので。 まあこういう事情が、ね、日本にはあるんだよ結婚するとこういう事情もあるんだよというのをあの知ってみるのも面白いかなと思って今日はこういうテーマにして話してみました、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。がででししたょうそれぞれ、ね、国によってこうあのお金の管理の仕方って違うと思うんですけども。 こう,あんまりこういうことを話す場っていうのはないと思うのであの少し楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますえっと今日出てきたボキャブラリーのサラリーマンお小遣い専業主婦年収はいこの4つ私ちゃんと言ったんじゃないかなと思いますではインスタグラムの方にあの意味の説明をポストしておきますのでそちらの方も チェックし,してみてくださいはいではここまで聞いてくださってありがとうございました Thank you for listening Have a good day Bye bye